はい、皆さんこんにちは、ワナリゲルウィジです。では今回はハーツオブアイアン4アメリカ軍プレイ続きをやっていきましょう。第二次世界大戦中です。しばらく時間が実は空いてしまってですね、収録はどうだろう、最後にやったのが多分ゴールデンウィーク前だったので、まあ約2週間ぶりにそもそもゲームをやると。でハーツオブアイアン4に関して言うとさらに、ちょっと前にプレイをしてると思うので、まあ、おそらく3週間ぶりぐらいのハーツオブアイアン4になりますというところでね、楽しみにしていただいている方もしいらっしゃったらね、だいぶお待たせしてしまったかなというふうに思うんですが、今回はハーツオブアイアン4をやっていきたいと思います。で、まあ、ゴールデンウィークはまあ、ツイッターとか覗いていただいていた方いらっしゃったらね、ご存知の方もいるかもしれませんけども、僕はですね、まあ、ちょっと海外の方に遊びに行ってしまった関係で、全く収録ができず、ゴールデンウィーク中の、動画の更新もね、まあ、毎日というわけにはいかなくて、大変申し訳なかったなというふうに思っていますが、実は今週はですね、まあ、社畜家業がなかなか立て込んでまして、今週いっぱいは毎日更新難しいかなと思うんですが、ミカミックスの動画と合わせてね、ちょこちょこ確認していただければ嬉しいかなというふうに思います。で、前回ですね、ハーツオブアイアン4の方は、日本と海戦をしたというところまでお届けしたと思いますので、今回その続きになります。少しだけ進めていまして、まあ、帝国軍、日本軍ですね。これが、インド方面、さらにはインドシナ方面と、いうところで、まあ、進行してきているのを、まあ、食い止めようという作戦を今展開中になります。では、時間を進めていきましょう。今、ストライキ中、これがうまく抑制できなかったので、ストライキが起きてしまってるんで、まあ、装備の生産含め、貿易含め、少し滞っているという状態です。まあ、今、インド方面、インドシナ方面、両方とも、日本軍と一進一退の攻防というところなので、なんとかこれを退けて反転攻勢という形につなげていきたいんですが、今申し上げた通り、ストライキ中で装備品の製造、これが滞っているという状況なので、まずこれをなんとかね、解決していきたいというふうに思っています。で、艦隊もですね、ちょっと傷ついていて、今作戦行動がうまく取れていないという状況です。ただ、日本軍もね、そんなに潤沢な戦力があるというふうには思っていないので、まあ、なんとかこの辺りね、しっかりしのいでいきましょう。ただやっぱり南シナ、フィリピン、この辺りにしっかりとした戦力配備していないので、まあ、シーレーン、インド方面に、まあ、装備とかね、軍を送り込むためのシーレーンが確保できていないというのが少し気がかりですね、長期戦を睨んだ場合。なので、ちょっとまず艦隊の位置確認していきましょうか。まず、第一艦隊。ここが、どうだ、今、マニラで修理中。あるいは、グアム、ニューイングランド。いずれにしても厳しいね。第二艦隊。南シナで移動中。いいね。ここ南シナ、しっかり第二艦隊の、機動部隊が入ってくれれば、少しは戦えるかなというところですね。北海北部。第三艦隊は北海北部か。どうだ？ただここもな、しっかり、いなきゃいけないところではありますからね。ただ、北海にもういる必要はないのかな。どちらかというと北海よりかはこの南シナ、フィリピン、この辺りに戦力を集中したいよね。なので少し作戦域を変えていきますか。まあ、そっちの方が無難かなという気はちょっとするんですよね。なので一度作戦
区域を、まあ、海域かな、海域をヨーロッパ方面から日本軍、ここがはびこる南シナ、フィリピン、セレベス、この辺りへと変えていきましょう。まあそもそもね、艦隊の移動するの時間かかりますからね。では陸軍の様子確認していきます。いやー、日本軍強いね。やっぱりそう簡単にはいかないな。かといって追加で軍を送り込む余力もなかなかないというところなので、まあ、できればまずね、このインドの東側、ここを完全に奪還して確保して、インドシナ方面の軍と合流を果たせれば一番いいんですけど、これもなかなか苦戦中という状況ですね。ではここから時間をぐいぐいぐいと進めていきたいと思いますが、まあ、せっかくなんでね、ゴールデンウィーク中どんな遊び方をしていたのかと、まあ、そのあたりのお話も交えながら、しばらくはのんびり、見ていこうかなというふうに思います。で、まあ、ハーツオブアイアン4っていうでキーワードで、偶然このチャンネル、この動画見に来ましたっていう方も当然多くいらっしゃると思うんですけども、一方でツイッターとかね、あるいは他の動画とかもご覧いただいている方もいらっしゃるかと思うんです。で、まあ話がね、重複する部分もあるかと思うんですが、まあ聞き流していただきながら見ていただければと思います。で、まあゴールデンウィーク今年で、まあ世間でも騒がれていたように10連休ということで、僕もね、なんとか10連休、取らせていただきました。で、10連休、そもそも今回どういう計画を立てていたのかというところなんですけども、まずですね、5泊6日、前半ですね、ゴールデンウィークの前半、4月の27日土曜日だったと思うんですけども、ここからですね、まず、タイ、バンコクの方に5泊6日で遊びに行きました。で、まあ、ちょっとこれね、何も考えずに、計画を立ててしまったので、まあ、成田から今回バンコク、まあ、タイのバンコクの方に遊びに行ったんですけども、5泊6日で戻ってくるのが成田。で、戻ってきた翌日には今度香港にまた成田からね、3泊4日で遊びに行くっていうで、ちょっとバカみたいなスケジュールを組んでしまったんですね。まあ、地理的な話ね、少しだけしておくと、まあ、バンコク、ちょうど今ここシャムって書いてあるんですけども、ここがバンコクですね。いわゆるバンコクです。ちょうど今バンコクって出ましたけど、ここがバンコクです。で、香港はどこっていうと、香港ここですね。ここです。で、どんな動きをしたかというと、まあ本当に馬鹿げた話なんですが、まあ成田から、バンコクに行って、バンコクから成田に戻って、で、成田から香港に行って、香港から、帰国したというね、ちょっと本当にもったいない。バンコクから香港に直接行けば、距離で言うと、まあ、3分の1、半分ぐらいなのかな。そのくらいの時間で行けてしまうので、ちょっとここ時間の使い方、もったいなかったかな、というふうには思います。で、まあ、前半のバンコクの方なんですけども、まあ、しょっちゅう行っていた、わけなんですけど、まあ、去年、2018年はね、本当に毎月バンコクに行こうということで、月に1回、計12回バンコクに遊びに行ったんですが、今年、2019年は初めてのバンコクということで、まあ、5泊6日遊びに行ったんですけど、まあ、楽しかったですね。やっぱりね、バンコクはね、もう楽しい。今回バンコクは、まあ、ほぼほぼフリー。まあ、一部ね、女の子とのアポはあったんですけども、まあ、ほぼほぼフリーということで、まあ、初日、確か10時発の便で15時ぐらいに、バンコクに着いたと思うんですけども、まあ、ここでね、いわゆるチャイナリスクですよ、チャイナリスク。まあ、金融関係のチャイナリスクではなくて、入国審査、今、タイ、まあ、中国人の一番の渡航先、海外旅行先、トップがタイらしいんですね。で、そのタイ、当然中国人超いっぱいいるんですけども、まあね、入国審査書類をちゃんと書かない。なので、
チャイナがいるところのレーン、まあ、チャイナがいっぱいいるな、中国人がいっぱいいるなっていう入国審査列に入ると、どえらい目に遭いますね。もう今回どうだろう。前に、まあ、そもそもバンコクの入国審査ってすごい列ができてるんですけど、まあ、比較的列が短いところに並ぶようにして いるんですね、毎回。ただね、今回チャイナが前にいらっしゃいまして、まあ、ひどい。まず、20人ぐらいの団体さんだったんですけども、まあ、入国審査書類をちゃんと書いてこないんで、まあ、当然、入国の職員に、ダメだ、突き返されるわけですね。ちゃんと書いてこい。で、書けばいいんですけど、その団体さん、二つの、まあ、二列に分かれて団体さん並んでて、突き返されたら、もう一個の列に並び始めるんですよ。当然、その横入りというか、その、団体さん同士の入れ替えなんで、後ろから並び直すとかではない。当然、何にもしてないので、隣の列の職員にも同じことを言われて、こう、戻されるわけです。で、そこで、改めてなんかこう、多分ホテルの名前とか調べ始めたりとか、わじゃ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 やり始めると思うんですけど、まあ、これがね、全然進まないんですよ。まあ、本来、まあ、まあ、パスポートパワーって呼ばれてるように、まあ、パスポートのね、強さというか、信頼性というものがもちろんあって、まあ、我々日本人だと、まあ、1分とか、まあ、1分未満で、タイのね、入国審査なんて終わると思うんで、まあ、20人いたとしても20分だと思うんですけど、まあ、1時間以上かかりましたね。もう、後ろにいる人たちもイライラしちゃって、もう、まずこれがね、一つ目のチャイナリスク。まさかこんなところでチャイナリスクって言葉を、改めて使うことになると思わなかったんですけど、まあ、このチャイナリスクを食らいましたね。一つ。なので、まあ、まあ、バンコクね、遊びに行かれる方これからいらっしゃったら、できるだけ中国人が並んでないところに並ばれた方が賢明なのかなと。まあ、僕自身も分かってはいたものの、改めて今回認識しました。まあ、本当にモラルのかけらもないっていうとちょっと語弊あるかもしれないんですけど、せめて後ろに並び直してよと言いたかったんですけど、まあ、もう、いいかな、ということでね。生温かい目で見守っていたんですけど、まずこれがね、最初の、バンコク到着後に食らった洗礼ですね。で、まあ、以前はね、バンコク行った時はタクシーで市内まで移動したりしていたんですけども、タクシーもね、すごい列ができる。特にこの時期、日本人、中国人多いと。ゴールデンウィークなんで中国人と同じぐらい日本人も当然いて、バンコク市内までの移動にタクシーを使うっていうケースがまあ多いと思うんですよね。で、ちょっとね、そのタクシー並ぶのもうんざり。かつそのバンコク市内に入ったら、もう夕方以降は大渋滞で日本の日ではないほど市内が混むというのがあるので、いつもバスを使うようにしてます。で、バスで、最寄りの、まあ電車、駅まで移動して、そこからね、ホテルのある、まあ、今回泊まったのは麻生区。まあ、日本でいう、どうだろう、新宿みたいなところなのかな。そういったところに、当たる場所に、まあ、毎回同じホテルなんですけども、そのホテルまで移動したと。いうことで、まあ、大体ね、それが、15時に着いたけど、6時過ぎとかだったと思いますね。さっき言ったチャイナリスクを食らって、むちゃくちゃ、入国審査に時間がかかってしまったっていうのがあって、もう6時前とかに確かホテルに、ようやくチェックインできたのかなというふうな時間帯でした。ちょっとおしゃべりしてる間にどうだろう。インドの、西側の方はほぼほぼ駆逐しつつあるのかな。ある程度日本軍を食いつつあるのかなっていう状況ですかね。これ壊滅できるんじゃないか。日本軍師団数こそあるもののあんまりいないよね。で、一方こっちがきついんだな。インドの東側が苦戦中だな。ここに軍をちょっと追加で送り込みたいね。ここが突破されるときついけど突破されちゃいそうだな。Let's go! Keep on attacking!
ここなんとか食い止めないとまずいですね。で、あとは取れる施策。ロビー活動とかっていうか、そもそも政治力がなさすぎて何もできないじゃないか。一部の手段を割くしかないな、こっちに。戦闘が優位に進んでいる今のうちに一部の手段を割くしかない。で、少しずつ駆逐していく。そしたら、始めていきましょう。日本軍もだいぶ疲弊してると見て間違いないでしょう。で、こっちだよね。本当に苦しそうにしてるのが。なんとかここも打開してあげましょう。で、インドシナ方面ですが、ここも苦しいな。ただ苦しいのは日本も一緒だということだと思うので、ここは我慢して我慢して駆逐していく。なんとか手段をね、増やしていってあげないといけないかなっていう感じなんですけどね。民需工場がもう完全に枯渇してるな。かといって追加で軍も出せないしね。海軍への投資終わりました。国家方針ですね。じゃあ続いての国家方針確認していきましょう。どうする？ゴムの備蓄会社とか、これストライキ考えると必要だな、本当に。もうこんなの後でいいやーなんて思ってたんですけど、あ、マンハッタン計画やろう。ちょっと核の開発は進めてるんで、今。いや、ぐいぐい押されてるなぁ。ここ取られたくないよね。中華民国、まあ同じ、日本と同じと考えていいので、そこが結構きついな。で、整備兵の2が終わりましたね。そしたら、ここは通信兵入れとく？いや、補給兵が先だな。補給が結構きついんで今。Under fire! Yes, sir. Orders.ここの一進一退の攻防でだいぶ人材使っちゃってて大丈夫なのかなっていう心配しかないけど、ちょっとここは見守るしかないのか。なんか打つ手があればいいんですけどね。
軍を大幅に増強することはもうできないので、いやー海軍も真っ赤っかだな。真っ赤っかなのはもう海軍、日本軍の方に持ってかれてますから。でもこれクルーザー沈めてるね、マラッカ海峡の戦い撃沈しているのが結構ありますね。これは本当に嬉しい。普通に、まあ、クルーザー夕張、あとは駆逐艦11隻沈めてますね。まあ、こういうのの積み重ねかな。ただもし万が一ね、このインド方面、インドシナ方面、アジナ方面で、陸軍が負けるってことになると、もう陸軍の手段がないので厳しいんですが、ここが本当にきついな。ここに来て一気に厳しくなってる。マジか、ギリギリだったんだな、パワーバランスが。もうちょっとな、イギリス軍頑張ってほしいね。そうすると元気な人をちょっと撃つしかない。あと一部の手段を動かすしかないな。こうやって離島の防衛が徐々にすり減っていくね。ミッドウェイの守備隊、これも厳しいけど14手段体制は維持しないとやばいもんな。グアムはさすがに無理だ。グアムから軍を動かせないよ。ライン諸島、まあ、ライン諸島、こっから軍を引き抜くしかないね。これでなんとか、まあ、時間とともに持ちこたえられればというところですかね。海軍戦力がどうなってるか確認していきます。まずは第一艦隊、マニラで修理中、グアムで修理中。まだ修理が終わらないな。で第2艦隊は、うん、南シナに入ってるね。南シナに入ってさえくれれば、まあ一応戦ってはくれるという状態だね。で、南シナに移動中。うん、軍が到着すればなんとかっていうところですかね。まあそれに伴ってちょっと輸送船の数もすり減ってきてるのが気になるな。陸軍の動き戻ります。まずはなんとか各方面で、日本軍を撃破していかなきゃいけないというところなんですが、まあ、日本軍もね増強してくるよね。まあ、かといって今打つ手がないからな。このハゾバヤンを持って結局準備でほぼ全て決まりますよね。もう一度戦いを始めてしまって、そこから、戦術面でどうこうするっていうのは本当に難しい。まあ、事実上できないじゃないかなと思うんで、まあ、なんとかここで、しのいで、日本軍がすり減って、連合軍が、まあ、一斉に反攻作戦ができる状況になるまで我慢するしかないんですが、このインド方面、インドシナ方面でね、アメリカ軍がいち早く展開してる理由っていうのは、このまま、史実通り、太平洋戦に、集中するとですね、インドとインドシナがもう全部日本に食われます。で、その間に、もうものすごい勢いでやっぱり、日本が、資源をね、確保してしまうという状況になるので、まあそれはできれば防ぎたいよねっていうことで、早めに、このアジア方面に参戦しているという状態ですが、まあ、ご覧の通り一進一退、被害も甚大という状態ですね。できればそれこそ本当にイギリス軍とかがね、しっかり戦ってくれると
まあ、見込みとしてはだいぶ良くなるんですが、今現状そういう状況ではない。なんか打開策ないのかな。まずもう反省始めちゃうっていう感じだと思うんですけど、師団の数が圧倒的に足りないっていうのと、飛行機の数もちょっと足りないですね。もうちょっと飛行機数、しっかり用意するべきだったかなっていうのが、まあ本当に大きな反省点。各方面苦戦してますもんね。で、まあ、ちょっと話を戻してですね、18時ぐらいにバンコクの市内のホテル、まあ、いつも泊まってるターミナル21っていうね、まあ、ぶっちゃけますけど夜遊びするにはまあなかなかいい立地のホテルに、まあ、チェックインしまして、まあ、まずはね、まあ、旅の汗を流そうということで、マッサージ屋さんの方に、多分ね、もう6時半とかの段階で行ったと思います。もうすぐにだから行った感じですね。まあ、節操も何もないんですが、もうすぐにチェックインして、荷物を置いたら、もうすぐに遊びに行ったと。まあ、そんな状況でしたね。で、ちょっとね、一旦お話を止めて、電子工学。レーダーはいらないんだよな。暗号も微妙なんで、どうしようかな。研究速度がやっぱり欲しいよね。研究速度84日だったらこれ入れちゃおう。で、まあ、確かね、もう初日は55バーに遊びに行きたくて1時間、いつもは90分、マッサージ90分コースにするんですけど、確かね、もうこの日は60分にして、まあ60分で、終わった後はさっさと55番に遊びに行こうっていう風にしたと思います。で、まあ、マッサージ屋さんはいつものエンジェルに行きましたね。今回は違うマッサージ屋さんもいろいろ探索しようかなと思ってたんですけど、まあ、初日はもう、今までお話ししていた通り、6時になってしまっていたというのもあって、いつもの安心と信頼のエンジェルに行きました。もうエンジェルはね、いつ行っても人が多い。人っていうのは女の子が多い。なので、まあ、このエンジェルでね、一汗流して、確かね、どんな子だったかもう覚えてないんですけど、エンジェルの場合だと選べないってことはないかなって感じですね、いつ行っても。当然全員が全員自分のタイプドンピシャというわけではないんですけど、まあ、必ず選べるレベルの女の子はいると。いうエンジェルに行って汗を流しました。でね、最近一緒に行ったりはしてないんですけど、ミカミックスとかね、他の友達とかと行ったとしても、あんまり好みがガチかぶりするっていうことがないんで、そういう意味でもね、ミカミックスとか、フルフルさんとかと行くっていうのは行きやすいですね。もうこれが好みがガチでかぶるとかってなると一緒に行くとめんどくさいんですけど、まあ、ほぼほぼない。で、その後は、もう最近やってなかったバンコクの鉄板コース。バンコクの話をしてる間に、だいぶ押し込まれてるな。大丈夫か？ちょっと心配だな。壊滅するっていう、そのリスクがなければいいんですが、ちょっと一旦指示を入れちゃいますか？いや、もう、だいぶすり減ってるね。どうするよ。ちょっと一旦時間止めて作戦消すと微妙なんですが、ここはそれでも一旦時間を止めてでもしっかり再編した方がいいな。こっちも微妙だな。いや、本当にきついなこの戦い。で、軍は余剰の軍はもうないからね。Keep moving。
なんとか耐えるしかないの。ちょっと確認すると各方面苦戦だな。これインドシナ方面の14師団が壊滅すると終わるんで、一旦ちょっと引きましょうか。いや、インドシナ本当に厳しいな。で、まあ、いつもの、と言っても最近できていなかった鉄板コース、ソイカーボーイっていうね、55番の密集地帯。ここに、まあ、バカラに行って、まあ、バカラもね、女の子綺麗なんですけど、可愛い子いっぱいいるんですけど、まあ、やっぱりね、僕はバカラじゃないんですよね。まあ、とはいえ、バカラで30分、小1時間かな、ビール飲みながら、半裸の女の子を眺め、ニヤニヤした後、確か初日はね、シャークにもちょっと顔を出して、シャークを覗いて、で、僕の大好きナナプラザに行ってレインボーグループを全部回ったと思います。1234ってね。で、あと新しくできてたお店とかも何軒か回って、女の子を見て、初日はね、結局、ゴーゴーバーでは女の子を召喚せずに、低迷カフェに行って女の子を召喚したという感じでしたね。まあ、低迷カフェもね、一時期ちょっと女の子の質どうなのっていうふうに思ってた時期あったんですけど、今回久しぶりにじっくり低迷カフェ見たらね、女の子、綺麗な女の子、なんか多くなってるなっていう感じでした。でもここでね、まあ、そこそこスレンダーなのに爆乳。もう横乳が見えてる状態の女の子だったんですけど、今回声かけた女の子は。もうね、見るからにね、おっぱいがふわふわな感じの女の子がいたんで、その女の子を持ち帰りさせていただきました。もうね、ふわふわでしたね。本当に。こんなふわふわなのがある、ふわふわなのがあるのかなっていうね。すごいふわふわでしたね。ふわふわ。まあ、結局その女の子は最終日もね、もう、LINE 交換してたんで、直でホテルに来てもらいましたけど、最終日で、その、ふわ、ふわな女の子に関しては。まあ、そんな感じで、1時間2時ぐらいだったかな、に就寝したっていうのが、初日だったと思います。よし。一応これでストライキが終わってくれたな。確認します。これでストライキが終わってさえくれれば。まずは、ゴムから。イギリスから輸入再開だ。で、あと鉄がもう全然足りないね。これもイギリスから鉄を、輸入再開。よし、これで一通り輸入に関しては元に戻りましたという状態だね。あとは各方面、うわ本当にきついよな。まあイギリス領インドのイギリス軍は全然師団ないもんね。もうちょっとさ師団出してほしいよな。アフガン方面とか、あっちの方からでもいいので、軍を進行させてほしいなぁという気はするけど、ちょっとそれも厳しいんだろうなぁ。出してくれる気配ないもんね。とにかく、まずは、時間をかけて守るっていう方向にしていきたいんですが、それもちょっと崩壊しそうだな。これでも、どうなんでしょうね。アメリカ軍プレイ、アメリカ負けることはないっていう風に、やっぱり見るんですけど、僕ぐらいの素人プレイだと負けますね、これ。いや、確かに負けることはないと思うんですよ。本土攻撃をされるってことはないと思うんですけど、本土に上陸されるっていうことはね。
よっぽどのヘマをしない限り。ただこれ、アジア方面は敗北しそうだな。なんとかしないと。というところなので、まあ、もう、とはいえもう見ていることしかできないんですけど、一旦じゃあここまでにさせていただいて、次回ですね、この続き、じゃあまたプレイを、していこうかな、というふうに思います。では、今回はね、一旦じゃあここで終わりにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。